私たちの時代は機械の時代です。重い物体を移動させたり、岩塊を持ち上げたり、地面から何トンもの岩石を抜き取ったりするためには人間が持っている筋力では足りません。その代わり私たちは知能を持っており、大昔から重労働のためには助っ人を使うようになりました。皆さんこんにちは、トップランキングへようこそ。今日は皆さんが見たこともないような世界の重機をご覧に入れましょう。小松 IAHV。 小松社が新型のロボットトラックを発表して注目を集めたのは比較的最近のことです。このトラックは運転室を完全になくすことで、車体構造に対して根本的な変更を加え、貨物重量の配置バランスを最適化することを可能にしました。さらにこの新型ロボットトラックにとって進まなければならない方向というものは完全に意味を失います。前方と後方に必要なセンサーが一揃いあるだけです。ですからこのトラックにおいては前後ろの概念はとても相対的になります。新型トラックの IAHV は全長15メートル、幅は 8.5 メートルです。それぞれの車輪がサスペンション、個別のギアを持ち、操作も別々なので高い機動性を実現し、車輪間での出力配分が可能です。全エンジン稼働による最大出力は合わせて 2014kW です。このトラックは重量230トンの貨物を積載可能で、最高時速 65km で走行可能です。HZY900。 これは世界で最も大きい橋梁輸送用トレーラーで、貨物積載能力は900トンです。重さ280トンのこのユニークな車両を使っているのは中国企業の ZZHZ です。このトレーラーは華僑労働者たちが大きな橋桁やトラス全体を輸送するために作られました。こういった車両はどんな道路でも通れるわけではありません。というのは幅はおよそ7メートル、長さは 38.6 メートルに達しますが、これはこの巨大なトレーラーの前方と後方に配置された2つの車室を除いた長さなのです。高さはその他のトレーラーと同様で高くはなく、全高で 3.4 メートルしかありません。車両後方に配置された出力 414kW の2つのディーゼルエンジンがこのトレーラーを動かします。エンジンにより作り出された電力は車両の両側に16列に配された32ペアの車輪に供給されます。つまりトレーラーは車輪を全部で64個持っています。それぞれの車輪ペアは独立して向きを変えられるため、車両の操作性は決して悪くはありません。コサック 6×6。 オフロードトラクターのコサックは、カナダ企業のオプションインダストリーが3年前、一台ものとして製造しました。ベースとなったのは、同社の軍用トラック、BMS コサック HMMAV です。しかし、トラクターモデルは根本的な変化を経ているので、これら2台のモデルには特別似通った点は一つもありません。まず最初にボディとシャシから変更されました。技術仕様を変えるためにメーカーはこの特殊車両に独自開発で最大出力 515kW のディーゼルエンジンとトランスミッションを導入しました。コサックは他の同類の特殊車両には似ていません。コサックは6個のキャタピラ式の独立ギアで移動し、高い積載能力を持っています。重さ80トンまでの大型貨物や特殊貨物を輸送可能で、トラクターおよび救助用特殊車両としての役割を果たすことができます。車体の大きさにもかかわらず、このトラクターは時速 100km まで加速できます。さらにカーブへの進入も容易で、狭いスペースでも向きを変えられます。製造された唯一の車両は2016年9月にオークションで27万ドルで落札されました。バッガー293。ドイツ製のロータリー掘削機バッガー293は世界最大の車両としてギネスブックに登録されました。
それ以前に世界一大きな車両の称号を手にしていたのはこの車両の兄貴分で、1978年に作られたバッカー288でした。バッカー293は1995年に作られ、長さ225メートル、重量1400トンで5人のチームにより操縦されます。このモンスターは鉱山や土砂採掘場の掘削のために特別に作られました。この車両は1日足らずでサッカーコートより広い面積で深さ10メートルの穴を掘ることができます。バッカー293は数日間ノンストップで作業することができます。作業のために作業班が交代交代で乗り組みます。バッカー293は乗り物としての要件を完全に満たしています。キャタピラー走行により時速およそ 0.6km で移動できるからです。この速度が速いとは言えませんが、この掘削機は数週間をかけて一つの掘削場から別の掘削場へと移動できるのです。バーサ。岩石に長さ300メートルのトンネルを掘ることができるのは世界一大きなトンネル掘削機、その名もバーサです。この美しい機械は重さ6100トン、長さ311メートルで、シールドの直径は 17.5 メートルになります。作ったのは工業分野の巨人、日立造船株式会社です。この驚くべき機械の価格は8000万ドル以上で、高さは5階建ての住居に肩を並べます。日本から目的地まで輸送するためにバーサは41の部分に分解されました。最も重い部分の重さは900トンになりました。バーサはシアトルの地下にこの町にとってぜひとも必要な立体交差路をもたらさなければなりませんでした。2013年に作業を開始しましたが、バーサは金属パイプに衝突し、実際にはあっという間に壊れてしまいました。2年の歳月を費やしてバーサは修理再建されて改造までされました。今年の4月に 2km にわたって岩石、泥、砂、土や粘土を通過する4年間の道のりを成功裏に終えることができました。 SLJ900。 橋梁建設機械の SLJ900 は多数の橋桁からなる長い橋梁を建造します。この100メートルサイズのモンスターは自力で移動輸送ができ、あらかじめ据え付けられた橋脚に橋桁の完成セグメントを固定することができます。この機械のおかげで橋梁の建設速度と効率性が格段に向上し、人の手による作業の必要は最小限になりました。アルティエム。これは世界最大の移動クレーンであり、さらに最も長い伸縮式ブームを持ち、最もパワーのある伸縮式クレーンでもあり、ブームの8セクションは完全オートメーション動作で伸長し、必要な長さになります。すべてのクレーン車両は常に一つの重大な欠点、吊り上げ荷重が小さいという欠点を持っていました。ドイツ人技術者たちはこのモンスターを作り出し、状況を打開しました。このクレーンは重量1200トンの貨物を180メートルの高さに持ち上げることができるのです。テレックス RH400。 ショベルカーのテレックス RH400 は疑いようもなく、この種の機械としては最も大きなものの一つです。地球上で最も難しいロケーションの一つ、カナダ西部アルバータのオイルサンドでの作業を目的としたテレックス RH400 はショベルの一すくいで85トンの土を持ち上げることができます。この機械の最大の長所は驚異的な大きさのショベルとどっしりとしたアームで、これらは油圧システムにより操作されます。テレックス RH400 は毎分1800回転で、最大出力4400馬力の16シリンダーのディーゼルエンジンを2機装備しています。皆さん、今回はこれでおしまいです。もし気に入ったらいいねボタンを押して、友達にもビデオをシェアしてくださいね。これらの機械の中でどれに乗ってみたいか、コメントに書いてくれたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。